皆さんこんにちは。介護の仕事に初めて就く方、これから転職をする方、改めて心構えを振り返りたい方、そんな方がこの動画をクリックいただけたのではないでしょうか。今回は介護の仕事をしていく上で皆さんよりお伺いしたスキルよりも大切なことを5つご紹介していきます。ご自身はこう思うというようなご意見ありましたら、ぜひコメント欄までお願いします。ケア協では毎日介護職の方向けに情報配信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。また個別のご質問ありましたら概要欄の LINE からお願いします。コメント欄に感想もお待ちしています。まず最初に気をつけるべきことの一つ目は、いい人間関係を築こうとすることです。介護職の仕事は人間関係が非常に重要です。それはチームで働く仕事だからです。殺伐とした中仕事をするのはなかなかに応えるものがあります。どうせならいい人間関係の中で助け合って仕事をしていきたいものです。そのために重要なことは大きく3つ。自分から挨拶すること、謙虚な姿勢を忘れないこと、そしてほうれん草はしっかり行うことです。挨拶は言わずもがなですが忘れがちなものです。挨拶をされないだけで嫌われているのではと勘ぐってしまう人も少なくありません。また謙虚な姿勢も忘れずにいきましょう。介護の仕事は個別ケアを行いますので、利用者さんごとにいろいろな学びがあるはずです。どんなにベテランの方になっても学ぶべきことが一切なくなるということはないはずです。また学ぶ相手は年下の方なのかもしれません。上から目線ではなかなか話しにくいと感じる年下の方もいらっしゃるはずです。余裕があるベテランになったという人も相手のために話しやすいような雰囲気にしてあげるといいかと思います。そして3つ目はほうれん草です。ほうれん草は報告、連絡、相談の頭文字を取ったものです。繰り返しですが、介護職はチームで行う仕事です。新人でもベテランでも一人で全てを行うことはできません。ですのでミスをした時に報告を怠ってしまう人がいますが、先輩や上司は報告があればその尻拭いをすることができます。怒られるかもと思って報告をしないでいたら、よりひどい結果になってしまいますので、ぜひ早く報告をするようにしましょう。そして気をつけるべきこと2つ目は接遇です。介護の仕事はサービス業の側面もあります。そのため接客、接遇ということが重要になってきます。接遇と聞くと難しそうと感じてしまう人もいるかもしれませんが、実は介護技術よりも先に習得することができます。作法やマナーといったところではなく、まず心構えとして尊敬の念を抱いている、相手のことを思いやる心が大切です。このような心構えでご利用者さんに向き合うことができれば、自然と最低限の接遇もできてくると思います。もちろんその上で作法やマナーも大切になりますが、少しずつ覚えていきましょう。そして気をつけるべきこと3つ目は、観察力、洞察力を身につけることです。最も大切と言っても過言ではないのが観察力、洞察力です。介護職においてなぜこれが必要なのかというと、うまく意図や感情を表現できない方の訴えに気がつくことができるようになる、そしてトラブルを未然に防ぐことができるようになる、より良い介護サービスを提供できるようになるというメリットがあるからです。またこの観察力や洞察力は2段階に分かれると言えそうです。1段階目はいわゆる気づき、2段階目は仮説構築です。1つ目のいわゆる気づきに関しては、例えば何かが変だ、いつもと様子がおかしいと変化に気がつくことです。これも難しく、相手をよく観察をしておく必要があります。そして2段階目の仮説構築ですが、その気づきをもとになぜなのかという原因を考える能力のことです。変化に気がついたとして、その原因を探ることは改善のためには必要です。例えば不眠症状を抱えている人がいて、その原因は様々です。日中寝てしまっている、日中体を動かしていない、あるいは病気を抱えている、はたまた薬が体に合っていない、こういったことが様々考えられます。仮説構築には知識なども必要となるものですが、気づきを増やして解決をしていくことで養うことができます。なのでしっかりと周囲を観察をして気づきを増やしていきましょう。気をつけるべきこと4つ目は、学びの姿勢を忘れずに過ごすことです。この学ぶ姿勢はとても大切です。仕事を始めるといわゆる勉強をすることはなくなります。しかし仕事でも学ぶことがたくさんあります。仕事に直接を関係する介護技術のことや介護の歴史、直接関係はしないけれども利用者さんとのコミュニケーションを円滑にする歴史などの話、様々なことがあります。日々の業務の中でもいろいろな学びがあると思います。若者の方から学ぶこともあれば、
ば利用者さんから学ぶこともあります。また学んだことを活用そして発信をすることも大切です。なかなかそういったことをできる人はいませんから、昇進につながったり時給に上がったりするきっかけになったりもします。ぜひ忘れずにいきたいところです。そして最後、気をつけるべきこと5つ目は無理し続けないことです。介護の仕事について頑張っていこうと思って無理をしてしまう人がいます。しかし無理は長く続けることはできないかと思います。長く無理をしては体や心を壊す原因ともなってしまいます。努力をしていい介護をしようとする、資格を取ろうとすることはとてもいいことです。一方でしっかりと休養を取ることも非常に大切なことです。仕事が全てではありません。まずはご自身の体を大切にしつつ、その上でできる限りの範囲で仕事を頑張るようにしましょう。介護の現場は学ぶ意識が強い人がとても多いです。ぜひご自身の無理のない範囲でできる限りの頑張りをしていきましょう。ケア協では電話でのアンケートも実施をしています。抽選にはなりますが、皆さんからのご意見をもとにこの動画作っていますので、ぜひご応募いただけますと嬉しいです。この動画少しでも役立ったと思っていただけたら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、ベルマークのクリック、また概要欄から Twitter や Instagram のフォローをお願いします。それではまた次の動画で、さよなら。